勝手に入るわけにはいかない。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。シェンファ、ボクセンは村の一番奥にある集落よ。行き方わかる？ああ、一度遠心さんを探しに行ってるからな。うん。遠心さん大丈夫かな？ええ、早く行った方がいい。でも気をつけて。そうだな、用心して行った方がいい。ゴロツキの一人は間違いなく手強い。え、リョウはもう会ったの？そのゴロツキたちに。ああ、遠心さんの家にいたんだ。二人はやっつけたんだけど、最後の一人は油断できない。俺も不覚を取った。負けてしまったの？とにかく今度は負けない、それだけだ。シェンファ、ボクセンのことなんだけど。何？リョウ。前に俺が行った時にはお年寄りしかいなかったんだ。うん、今は年を取った人しか住んでいない。そんなところにゴロツキが来たら急ごう。
よ。ああ、遠心さんだけじゃない。牧船の人たちも心配だ。うん。すいません。なんじゃ。薪割りやらせてください。おお、そりゃ助かる。そうじゃ、よし。そうじゃ、よし。うん、よし。うん、よし。よいぞ。そうじゃ。うん、よし。うん、よいぞ。見事じゃ。うん、おお、そうじゃ。うん、そうじゃ。うん、よし。そうじゃ、おお。うん、そうじゃ。惜しいの。よいぞ。そうじゃ、よし。うん、よし。そうじゃ。こりゃ上出来じゃ。見事じゃ。うん、よし。うん、よし。そうじゃ、よし。うん、見事じゃ。うん、おお、うん、よし。うん、そうじゃ、よし。そうじゃ。うん、よし。よいぞ。うん、そうじゃ。うん、おお、そうじゃ。うん、そうじゃ。おお、よいぞ。そうじゃ。
あんた筋がいいの。少なくて申し訳ないが取っといてくれ。上出来じゃ。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。やってみるか。クールだな。なるほどな。お、これは。これは面白いな。面白いな。クールだな。へえ。これは面白いな。面白いな。これは面白いな。これは面白いな。
やってみるか。なるほどな。クールだな。へえ。クールだな。これは面白いな。面白いな。なるほどな。クールだな。クールだな。お、これは。へえ、これは面白いな。なるほどな。これは面白いな。お、これは。クールだな。なるほどな。へえ。お。すいません。なんじゃ。生薬をセットで持っとったら買い取らせてもらうぞ。これはなかなか良いものじゃ。また生薬が揃ったらいつでも売りに来てくれ。
あの、うん、ボクセンへ行きたいんです。行きたければ行くがよかろう。はあ、パンダ市場から行ける。あの辺りはたまに鹿も出るぞ。白い鹿ではないがな。ありがとう、おじいちゃん。すいません、ボクセンへ行き、少しやっていくか。なるほどな。これは、これは面白いな。これはいいな。なるほどな。いいな。これはいいな。クールだな。これは面白いな。面白いな。クールだな。なるほどな。お、これは、クールだな。クールだな。なるほどな。なるほどな。これは面白いな。これは面白いな。面白いな。
玉か。いらっしゃい。やりますか。ではお好きな台を選んでください。いうこともありますよ。まだやりますか。ではお好きな台を選んでください。まだまだ、勝負はここからですよ。続けますか。ではお好きな台を選んでください。まあここは我慢の時ですね。続けますか。ではお好きな台を選んでください。潮目が変わりましたかね。もちろんもう一回やりますよね。また今度にします。ではまたお待ちしてますよ。
やってみるか。これはいいな。これはいいな。これはいいな。これは面白いな。金が足りないな。はい、いらっしゃい。木札を景品と交換するのかい？今ならこんな景品と交換できるよ。
欲しいものがないのかい？いらっしゃいませ。どうぞ何でもお売りください。高額買取しますよ。セットで揃っている品を交換することもできますよ。こちらの品々でしたらこの価格で買取りますよ。欲しくなりましたか？何でも買い取りますから、いつでもどうぞ。ボクセンへ急がないと。リョウ。ん？なんだ、シェンファ。ありがとう。え？ありがとう、リョウ。どうしたんだ？村のみんなを助けてくれて。ああ。ゴロツキたちと決着をつけるのは避けて通れないことだと思ってる。うん。俺の親父のこと、シェンファのお父さんのこと、鏡のこと、その手がかりは奴らだ。うん。だからこれは俺のためでもあるんだ。黙って家に引っ込んでりゃいいもんが。そうだそうだ。
油断した隙に、リョ。誰だ？通用すると思っているのか、もんだな。その程度のクンフーで俺様に勝てるとでも思ったのか、姉ちゃんよ。この腰抜けによく言い聞かせておけ。眠り続けていた。奴らは牧船をアジトにして鏡のことを探っている。遠心さんはまだ牧船で捕まっている。でも早くしないと。遠心さんを助けないと。リョウ、まだダメ。そうはいかない。まだ無理。どうするか考えよう。どうすれば。おはよう、リョウ。おはよう。体はもう大丈夫？ああ、平気だ。
リョウ。ん？行ってらっしゃい。ああ。すみません。何かな。憲法に詳しい人を探してるんです。木仙。え？木仙に居座るゴロツキに挑んだ者がおると聞いた。お主じゃな。はい。それで勝つ方法を求めておると。はい。俺はここにその答えはない。え？それはどういう。村人を救おうとするその気持ちは良い。まさに義というてよかろう。それなら。じゃが今のお主では勝てぬ。なぜそんなことがわかるんですか。心の焦りが判断を誤り危機に陥るのは明白。それは。じゃあ俺は一体どうすれば。鍛錬あるのみじゃ。無心に励みなさい。すいません。なんじゃ。薪割りやらせてください。おお、そりゃ助かる。じゃあ。
よし、良いぞ。そうじゃ、よし、そうじゃ、良いぞ。うん、そうじゃ、うん、そうじゃ、よし、そうじゃ、おお、うん、よし、見事じゃ、そうじゃ、ああ、うん、よし、うん、よし。あんた筋がいいの。少なくて申し訳ないが、取っといてくれ。そうじゃ、うん、よし、うん、そうじゃ、うん、そうじゃ、よし、うん、おっと、よし、そうじゃ、うん、よし、そうじゃ、よし、そうじゃ、うん、よし、うん、よいぞ。よし、うん、そうじゃ、うん、そうじゃ。